旅行先で日本人に会いたくない、そんな方にぴったり、秘境の観光地も国ごとに徹底解説しちゃいます。こんにちは、ニュートの大木ゆうきです。さあ今回ですね、ちょっといつもとテンション違うと思うんですが、実はビジネス映像メディアのピボットさんで元プロ野球選手の里崎智也さんに YouTube こうしたらいいよっていうレクチャーをいただいたんですね。そこで私本当に学ぶことが大きくてですね、今回は里崎さんからのアドバイスをもとに動画を作らせていただこうということで、まずもうキャラからして変えていこうと、もう熱くこうリアクション大きめにお伝えするのがいいんだってことを習いましたので、皆さんこれご覧になってちょっとやっぱ若干うざいなとか、もっとこうした方がいいんじゃないなのアドバイスありましたら、ぜひコメント欄にお寄せいただければと思います。さて今回のテーマなんですけれども、今回は日本人に会いたくないならここを海外旅行先5選でお届けしたいと思います。社内にたっぷりいる旅のプロにヒアリングしまして、今はここだよという最新日本人少ないスポットをご紹介いたします。それでは早速参りましょう。日本人に会いたくないならここ、まずはタイのプーケット。これちょっと意外じゃないですか。実は現在プーケットへは直行便が日本から就航していないんですね。ですからタイのバンコクとか、あとマレーシアとか中国ソウルなんかで乗り継いで行く方法が、日本から行くには一般的なんですけれども、最短でやっぱ9時間程度かかってしまうということで、今日本人が非常に少ないんだそうです。実際現地行ってきたスタッフが驚いていました。実は私も子どもの頃行ったことあるんですが、その時は直行で行ったんですよ。昔は日本から直行便があって、結構昔の話ですけど30年前とか、ハネムーンで行く渡航先としておなじみだから、日本人にとってプーケットっていうと割と聞いたことある、知ってるという一般的な渡航先だと思うんですが、やっぱり実際調べてみると、ちょっとやっぱり乗り継ぎがということで今日本人が少ないということなんですね。欧米の方がかなり多いということで、日本人に会いたくないならまずはタイのプーケット狙い目です。続いてメキシコカンクーン。皆さんカンクーンご存知でしょうか。メキシコの南東部にあるカリブ海沿岸の都市の名前なんですね。メキシコ随一、そしてやっぱ世界的に見ても有数のカリブ海の超有名リゾート地なんです。世界的にはかなりの知名度なんですが、日本人にとっては距離のあるリゾート地かなと思います。ここの魅力は何といってもね、本当に海が綺麗です。私も行ったことあるんですけど、エメラルドグリーンでね、やっぱりこう日本から近いところで見る海の色とは違う、海を見ただけで、はあ、遠くまで来たなとね、実感できるような美しい海の色、そしてビーチなど自然とともにマヤ文明の遺跡が見られる、カルチャーの部分とネイチャーな部分を同時に楽しめるデスティネーションになっています。で現在ですね、東京とカンクン空港の間、直行便を提供している航空会社がないということで、これは私の記憶でも昔からなかったような気がします。私もラスベガスとカンクンと一緒に行って、アメリカ乗り継ぎで行ったような記憶があります。カンクンには国際空港がありまして、メキシコ各都市と、あとアメリカからかなりアクセスがいいんですよね。1回のトランジットで訪れることはできるかなと思います。カンクン日本から行こうと思いますと、1回乗り換えトランジット含めて早くてだいたい16時間から18時間、丸1日しっかりかかってしまうという距離にはあります。メキシコシティからはカンクン空港まではおよそ2時間半ということなんです。本当にこう有名ビーチリゾートの中でなかなか日本人が行けないということで、魅力を感じる方、ぜひメキシコのカンクン目指してみてください。日本人に会いたくないならここ、3つ目は台湾のコンテイです。皆さんご存知でした。実はここは私も知らなかったんです。台湾最南端、地図見ると分かりやすい、こちらですね、一番先のところに位置するこのコンテイなんですけれども、美しい海岸線と豊かな自然が織りなす絶景が人気の観光地ということなんです。台湾一のビーチリゾートとして知られてまして、サーフィン、ダイビング、サップなどマリンアクティビティが人気で、国内外からかなりこう人を集めているということなんです。本当にこう美しい景観で人気なんです
ですが、実は以前かなり人が集まってしまって自然汚染が問題になって、1980年代には台湾政府がこの半島、この地域を国立公園にしたということなんです。まあ、その甲斐もありまして非常にこう自然も豊かに戻ってきて、今また人気が集まっているということなんです。本当に美しいところなんだそうです。台湾のうちの担当者が日本人に行ってほしいと一押しでした。さて、このコンテなんですけれども空港がないんだそうです。ですから台湾の南部にある高雄国際空港っていうところまでまず来ていただいて、そこからタクシーかバスで1時間半から2時間でアクセスできるということなんです。意外とどうですか、日本からのアクセス近いかなと思います。成田から高雄行きの場合はだいたい4時間から4時間半ぐらいで着くということなので、そこからプラス1時間半から2時間で車移動ということですね。交通費なんですけれども、タクシーだと8000円前後で着きますし、バスですと1500円程度で行けるということなんです。台南にありまして、国内からもサーファーに有名ということなんです。日本人にこう会わずにこうサーフィン楽しみたい、近場で楽しみたい、新しい台湾の側面を見たいなんていう方におすすめの台湾コンテイ、覚えておきましょう。日本人に会いたくないならここ4つ目はニュージーランドのタウランガ。聞いたことがない地名が出てきましたが、タウランガはベイオブプレンティ最大の地方都市ということで、温暖で風光明媚な土地柄ゆえですね、国内でも特に人口の増加が著しいということで国内でも人気の都市になっているということなんです。オークランドとかハミルトンとか、まあ、日本人にとっても聞き慣れた地名の場所からアクセスも良いということなんですね。中心街には歴史的重要な場所がいくつかありまして、美しい街並みを堪能しながら街歩き散策ができるということなんです。ウォーターフロントの界隈はですね、非常にモダンな雰囲気でいつも賑わっているということなんです。結構なんかこう自由な雰囲気もありまして、素足で海岸を楽しむことはもちろん、近くの遊び場とかも充実していて自然が豊かなので、お子様連れでもおすすめだということなんです。さあ、日本からなんですけれども、東京発タウランガ行きの直行便というのはないということなんですね。東京からオークランドまでの平均飛行時間が10時間半ぐらい、タウランガまでは航空機オークランドから45分ぐらいということなので、プラスアルファやっぱり時間はかかってしまうかなということです。ただここをね、進めてくれた人かなり熱烈でした。オーガニックなビーチタウンだから、その自然派らしいんですよね。ニュージーランドのオーガニックビーチタウンで住みたい街ランキング上位ということで、もう日本人ほぼいなくって、ここで暮らしたいなと思わせてくれる、それがこのニュージーランドのタウランガという場所です。日本人に会いたくないならここ5つ目は私の一押し、ブルネイ。正式名称をブルネイダルサラームと言います。どこにあるのっていうところから始まると思います。場所はだいたいマレーシアの一部と覚えておいてください。マレーシアって大陸につながっている方とボルネオ島の方の両方の国土があるんですけど、このボルネオ島の方のこちらですね、地図出てると思いますが、一部三重県ほどの広さなんですね。ただもちろんしっかりとした独立国家です。で、石油とか天然ガスとか地下資源に恵まれましたので、正直国全体が非常にリッチなんですよね。いわゆる東南アジアのちょっとこうせわしないイメージは全くない国で、国のいる方々も皆さんちょっとおおらかでゆったりとした時間が流れているのっていうのは一つ特徴かなと思います。王族が作ったような大きなホテルがあったりとか、本当にモスクとかも立派で圧倒されるような雰囲気があります。見どころも多くて、巨大な水上集落があったりとか、熱帯雨林でアクティビティができたりなど、こう魅力満載の国になっています。で、私がブルネイを勧める理由はここなんですよ。日本とこのブルネイ首都の間の直行便があるということなんです。なんと6時間で着いちゃうんですよ。そこの空港からもホテルがあったりとかするエリアまでもすぐなので、本当にこうアクセスが実はいい。私はブルネイはね、知られてないだけで、これから日本人の間で徐々にこう注目集まっちゃうんじゃないかな。日本人に会いたくないなら注目が集まる前にぜひ行ってみてほしい、ブルネイダルサラームでございました。というわけで
社内で日本人に会いたくないならここどこですかって旅のプロたちに聞いたらものすごい数返答があったんですけど、ちょっとご紹介するとモロッコのマラケシュ、ここはでも確かに日本人に特に女性には人気のデスティネーションかもしれないですね。あとフィリピンのパラワン、あとはマルタの首都バレッタなどなど、ちょっと聞いたこともないっていうところから、意外と日本人少ないんだっていうところまで本当にいろんなところがデスティネーションとして集まってきました。旅のプロの話面白いので、また私もみんなから情報収集して皆様にお伝えしたいと思っております。さあいかがだったでしょうか。今回はですね、日本人に会いたくないならここをお届けいたしました。加えて大木のテンションも里崎さんに習ったようにちょっと高めにしてみたんですが、いかがだったでしょうか。そのあたり内容等々を含めまして、皆様のご感想ありましたらコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。頑張れと思っていただけたら、押していただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。